もうキャンプも何日目ぐらいですか？10日目ぐらいですか。そうですね、はい。じゃあもうだいぶ終わりも見えてきて、もうカウントダウンですね。午前中とか本当にこうフィジカルだけでしたけど、はい、正直若干もうイライラしてくる。いや、やっぱ期間的にももうちょっと頭疲れてくるんですよ。でもぶっちゃけね、ぶっちゃけもイライラしながら走ってました、うん、今日も。なんかもうなんかちょっとわめきたいぐらいの。いや、ほんまにちょっと頭イラ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 してて。そうなんだ。それもちょっとストレスもね、かなり正直なところやっぱり、うん。夏のキャンプでこんな走るかっていうぐらい、うん、多分走ってるんで。はい。これその中断前までね、レッズ首位じゃないですか、はい、どうですか、選手としては、正直、もうちょっとシーズン、このままやりたいのか、ちょっとやっぱ休みたい、この時期、ちょっと休みたくなってきたのは、どっちですか、僕、やりたかったです、あ、やりたかった、僕は特にコンディションもずっと上がってきてたんで、はい、正直、続けてやってった方が、個人的にもチームとしても良い結果出せたんじゃないかなっていうのは、自分の中であったんで、はい、まあ、やりたかったですね。牧野選手、どうですか。まあ、半々ですよね。あ、まあ、やりたいのももちろんですし、ゲームもちろん僕たち5月も負けなしで来てた中でも、はいはい、結局自分たちのサッカーできてなくても勝ってたんですよね、うんうんうん、でもどっかしらどっかでこう転びは出るのかなって時がちょうどこの中断だったんで、ちょうどいい休みでもありそのまま行きたいなっていう、ね、マキの場合ちょっとほらコンディションも良くなかったんで怪我とか続いてて、はい、だからそれでは良かったんで、マキの的には多分一回休んで、うんうん、体しっかり治せる時間もあったから良かったんちゃうかなと思うんですけど、あのケガでそう休むって僕見たことないんですよ。そうなんですよね。プロ9年目で初めて肉離れもしましたし、はい、初めてあのケガで試合を欠場しました、うん、どうでしたかそのケガで試合出られないっていうのは。いや、あのこんなにも自分が動けない体になるんだなっていう、その改めて思いましたね。で、あの柏木選手はどうしたこの今前半戦は9勝2分け3敗、得点が19失点9というこの成績、まあ、正直得点に関しては物足りない部分は今年やっぱあるのかなっていう気はしてますけど、うんうん、はい、まあ、それ以上に去年、ね、最後の方に失点を多くした部分で失点をなくそうっていう今年入ったんで、それができてるっていうのは非常に大きいのかなっていう。だからまあ去年のいいとこは伸ばせてないけど、悪かったとこを伸ばせて平均値になってるっていう感じなんで、でも底上げはしたんですけど、まだここの上ももうちょっとやっぱ上げないとやっぱ理想の形にはならないとか、レッズのサッカーっていうところにはちょっとまだ届いてないのかなって気がします。でも平野さんどうですか、リーグ戦は終わり頃は5試合無失点。そうですよね、はい、でしたもんね、まあ、数字にも表れてる通りね、うん、そこの守備っていうところに関しては本当にチームとしてはまあ上出来って言い方ですけども、うん、しっかりと構築されてるなって感じはありますけど、あと牧野がね上がれなくなったんで体がしぬくて、そっち、あ、よりそれ、より守備にこう費やす時間が、でも守備の意識はやっぱり昨シーズンはすごく、そうですね、やっぱりこういろんなところで、うん、あの牧野森明が上がったところが狙われてるだとか、うん、まあそういう声が多数ありましたし、うんうん、だったら見てみろと、ああ、うん、昆虫町魂ですよね、ちょっと意地というかね、そうですね。で西川選手も入ったこともそうですし、うんうんうん、もう一度スリーバック含めてチーム全体の守備意識を高く持とうということで、うんうん、まあ、始まったシーズンだったんで、うん、まあ、数字的に守備の選手が評価されるところかもしれないですけど、僕自身は前線ですよね、はい、まあ、陽介だったり興梠、はい、まあ、原口に移籍しましたけども、はい、それ前線の選手の守備意識の高さにも僕らは目を見張るところもあるんで、なるほど、後ろだけの選手の意識だけじゃないっていうところはありますよね。でも確かにそれは前線の選手がしっかりボールホルダーに行ってくれることによって、はい、最終ライン、はい、いい位置で高く保てますし、はい、こう狙いがね定められますもんね、うんうん、だって僕試合終わった後に無失点で気持ちよく感じるようになりましたもん。あ、昔はやっぱ点、自分が点取らないと絡まないと、点取ったりなとか絡めたらいいなっていうのがあったんですけど、うん、例えばもう4対3だったら気持ちいいなみたいな、うん、でも1対0のその無失点に抑えたその気持ちよさっていうのは、うん、プロになって初めて感じてます。おお、そうなんだ。心地よさ結構いいじゃないですか、うん、ディフェンス陣ってみんなゼロに抑えたいとか、うん、キーパーのね、はい、選手もそうですけど、正直よく分かんなかったです、そのゼロに抑えるその気持ちよさって、うんうんうん、今年はねこうゼロが続くじゃないですか、うんうん、で抑えた時のあの快感は半端ないですね。試合で勝った時にちょっとこうディフェンス陣とこうキーパーってこう、はい、こうなるじゃないですか。はい、あれはどうですか。いや、よく知ってますね。知らないでしょ。知ってるよ。知ってる。いや、チームメイトも知らないかもしれない。いや、
一緒にそう、もうみんなで称え合う、やったなってよかったなってはい、それ勝谷選手はまあね入っていかんないですよね、そこは遠いしまず、はいはい、でまああれはそのディフェンスで多分 やってるやつなんで、はい、まあ、そこに入っていってもしゃあないでも俺がボランティア出てる時も前目のボランチなんで、そっちかって阿部ちゃんは入るけど俺は入らないみたいなはあります。それを柏木も来いよみたいな、結構ね他のポジションからいやいや俺も守備頑張ったよ入れてよっていうなんでしょ、あるでしょ、サイドの選手とかね結構アップダウンしてますから、うんうん、入れてくれよってあるんですけど、うん、いやでも最後のねゴール前の壁は俺たちだここは俺らからだなってやってますからねじゃあもう逆に柏木選手もこの前の方で俺ら取ったよやったねみたいなやればいいんじゃないですか。あ、それいいね。いやなんか俺らそんななんていうんですか、よく前の選手はそんなにこう目立ちたいみたいなのないんですよ。やめてくれよ、俺らが目立ちたがりみたいな。あれはもう完全目立ちたいみたいな。だってあれ絶対取り上げられるじゃないですか。まあカメラも抜きますね。ね、うん、まあ多分発信こいつとかなってると思う。うん。なんか最近チームがね、勝った後にみんな輪になってこう回ったりしてるじゃないですか。あれの半分パクリだと思ってるんですよ、俺は。いや、まず、パクリ行きましょう。違うんですよ。でも人の場では絶対したくないですよ。うん、ね、はい、オリジナルを取りたくない、そう、はい、オリジナリティを常に出したいと、はい、なんでやっぱ試合をこうスカパーさんが放送されるのを毎回見てますよ、はい、どういうところを抜くか、うん、どういうところが変わらないか、はい、それを研究してしっかりとこうカメラ長が VC やるんで、はい、すごいね。でもねやっぱりね最近よくね注意するべきところっていうのは、はい、やっぱゴールをした選手に寄りますよね、寄りますね、でみんなは寄りますよね、はい、一番寄るのってみんなが散った後なんですよ実は。なんで僕は最近気をつけてることはみんなが寄った後散った後にわざとこうずっといるんですかね。あの責任者がやってたんですよ。そうなんですよ。散った後なんです。大事なの。みんながかあの寄るところはもちろんいい絵として使われるんですけど、うん、もう一回最後グッて寄るとき、その寄るときっていうのがセレッソ戦いた、そういえば天気のやつだと。俺は全然その薄いタイプもないし、むしろ遠かったら行かないですよ。こいつどんだけ遠くても来ないのか。あと森脇、はい、森脇、はい、そこ走れるんやったらもっと大事なとき走れよこいつの攻めた後の上りの遅さとかたまに監督切れてるんですけどそれよりも絶対早い。そうなんですよね。で意外にあれってゴールを喜びに行った帰りって結構行きやがってこいつが回った時にさあそんなことで、まあこれからちょっと経ったらまたあのシーズン始まりますけども、はい、どうですかこのまたシーズン再び始まって、まあ、今首位ですけども、サッカーのクオリティってところよりも走り勝つ、うんうん、戦うってところが一番のテーマですから、まずはそこですね、はい、あなんかちょっと僕意外ですね、もっとこう技術というかそういうコンビネーションのいろんなところでも見せていこうみたいなんじゃなくて、やっぱりそのベースの部分、まあ、そうですね、まあ今ワールドカップ見てもそうですけども、やっぱりこう強豪国が落ちて負けてる、うん、じゃあどういうチームが勝ってるかってところをベースに見るとやっぱり走ってる、戦ってるってところですよね、まあ、そういう J リーグの中でも日本人が一番できるところ、うん、世界の選手に戦っていくためには一番大事な走り勝つ、うん、戦うところ、メンタルのところもそうですけども、うん、それを僕たちがやっぱりこう見せていかないといけないのかなという思いますけど、はい、ほう力強いね。小杉先生、その中断明けのこうビジョンというかイメージどんな感じですか。去年ちょっと失速しちゃったんで、うん、今年その分多分失速しないように走ってると思うんですけど、はい、まあ、俺もそのワールドカップ見てて思ったのが、まあ、日本も見てそうなんですけど、うん、結局チームプレーできなかったなっていう、日本こそチームプレーをしないといけない国なんじゃないかなって思う中で、例えばオランダなんて、うん、ああいう国が本当にチーム一つになって戦って全員で守備して全員で攻撃する、はいはいはい、まあ、それが一番強いなっていうのを改めて証明してくれたんじゃないかなと思うんで、うん、俺は日本もそうなっていかないといけないし、うん、そのまあレッツがそういうふうにして見せていく中で、うん、勝ち続けることが日本サッカー盛り上げることになるし、うん、そのまた日本の強さにつながっていくんじゃないかなと思うんで、そういうところを意識して取り組んでいくってことが、まあ、勝利につながるから、まあ、さっき牧が言ったように戦って走る、うん、今の J リーグを引っ張っている、まあ、今首位じゃないですか、うんうん、でその選手たちが労をしまずにね、うん、まずこう走り勝つっていう、はい、まあ、そこが大前提にあるっていうのはやっぱちょっと僕もなんか聞いてて嬉しいなと思いますね。僕もちょっとなんかびっくり、うん、そしてちょっと、ね、やっぱり最後はもうタイトル、タイトルですね、僕ら2人とも多分チームのタイトルっていうのは、ね、はい、
ないんですよ。ああ、そう、はい、なんかね、もう取ってそうなイメージあるんですけど、でましてや僕と陽介は監督とも長くお仕事一緒にしてますので、はい、そういう意味でもやっぱり監督にタイトルって思いも強いですし、うん、てっぺんを取るっていう、いや、もうそれはもちろんですね、もうそれだけのために今やってます本当に、うん、だからイライラしながらも やらないですもっとタイトル取りたいんで、うん、それだけのためにまあ浦和に来たし、そのためにまあまた監督が、ね、広島でやった監督と同じ監督になって、うん、ね、また恩返ししたいし、はい、いやー、なんか平野さん、なんかすごい強い思いをなんか聞けたような、これ感じますね、本当にこう楽しい話がちょっと熱い話も、熱いですよ、本当にすみません、お二人ありがとうございました、ありがとうございます、あんまりイライラしないように楽しみとってね